南スラブ人。南スラブ人は、スラブ人の中で主に、バルカン半島周辺にいる旧ユーゴスラビアのボシュニアク人、セルビア人、モンテネグロ人、クロアチア人、スロベニア人、マケドニア人、ブルガリア人などのことを指す。これらの民族は、他の西スラブ人、東スラブ人とは、根本的に異なる歴史を歩んで生きており、 他のスラブ語とは異なる南スラブ語群の言語を話す。バルカン型と言われ、民族の根血根興が激しく、特に、モンテネグロ人は、アルバニア人と共に古代までは、イリュリア人、ブルガリア人は、その指導層が、トゥルク系のブルガール人であった。南スラブ人の大半は、今日のポーランド西部に起源を持ち、彼らは6世紀にかけてに方向で、 バルカン半島に移住することで、西スラブ人と分岐し始めた。東のグループは、国海沿岸を沿って西へ進み、ワラキア地方の定地に着いたところで、まずそこで定住を始め、そこからバルカン半島の南及び東方向と進んだ。西のグループは、西南方向に向かって進み、カルパティア山脈を越え、パンノニア平原で定住を始め、そこから、 西バルカン及び東アルプス山脈方向へ進んだ。両グループのバルカン半島中央部分での交流の結果、トルラク語のような入り混じった方言が生み出された。7世紀になり、初期のスラブ人の入植後、3つの他の種族がこの地域に定住してきた。これらの種族は、セルビア人、クロアチア人とブルガール人で、南スラブ諸国の形成において、 それぞれ重要な割を果たした。セルビア人とクロアチア人は西スラブ種族でそれぞれとして知られる西ポーランドと南ポーランドからそれぞれバルカン半島に移動してきた。当時、西スラブ方言と南スラブ方言の違いはまたそれほど大きいものではなかったが、セルビア人とクロアチア人は南スラブ方言を導入し、彼らの種族の名前は保ち続けた。 バルカン半島に定住してきたブルガール人は、もともとはスラブ人ではなく、トルコ語から強い影響を受けたエラン語を話す遊牧民と信じられている。他の多くのヒスラブ系種族と同じように、彼らはスラブ系と混交したが、土地や人の名前は自分たちの言語で残っている。それらの連続がそれ以来スラブ人であることのアイデンティティの一つに言っている。今日、 ブルガリア人と呼ばれる民族の祖先ブルガール人は、7世紀に強力な第一ブルガリア帝国を築き上げ、865年に南スラブ人として初めてキリスト教を国教として採用し、また10世紀にはキリル文字を作り上げた。長い間東ローマ帝国の強いライバルであったブルガリア帝国だったが、1018年にはついに東、ローマに従属させられる。その後、 1185年に反乱が起きて、第二ブルガリア帝国が成立し、12世紀から13世紀にかけていくつかの小さな成功を収めた後、14世紀後期にはオスマン帝国に制圧された。スロベニア人の国であるは7世紀に成立したが、8世紀にはフランク王国に並行され、その後も様々なゲルマン人の国々に統治された。9世紀になり、 ハンノニアボンチの草原地帯に、東方からマジャル人とハザール人の部族連合である、ハンガリー人が侵入してくると、西スラブ人と南スラブ人との間が政治的に分断され、以後は互いの言語的、政治的分岐がより明確となっていった。ただし14世紀になると、ハンガリー王国は、北方の西スラブ人の大国ポーランド王国と友好関係を深めるようになり、 ついに両者は政治同盟を結ぶまでに至る。この政治同盟は現代に復活しているビシセグラードグループ。クロアチアは8世紀から2つの広告からなっていたが、10世紀には1つの王国になった。12世紀初頭にはハンガリー王国と同訓連合を組み独立性を失った。16世紀にハンガリー王国が独立を失うと、スロベニア人が住む地域はそれぞれは、 ハプスブルク君主国、オスマン帝国、ベネツィア共和国に統治されることになった。西バルカンでは、いくつかのセルビア人の国が作られた、とである。ロスカ、後にセルビアと知られるは13世紀に王国となり、14世紀に帝国となったが15世紀にオスマン帝国に制圧さた。デュークリア、後にモンテネグロと知られるは11世紀に王国となったが、これも15世紀に、 オスマンに制圧された。ボスニア人は10世紀に全方権的な統一体をなし、12世紀から反独立状態を君主制になる14世紀まで享受した。15世紀にはオスマン帝国に従属させられた。15世紀から19世紀にかけて独立状態を保った南スラブ人の国はドゥブロブニク共和国及びデファクトインディペンデント。 事実上の独立国モンテネグロのみであった。ドゥブロブニク共和国は1808年にフランス帝国によって廃止され、モンテネグロの独立は1878年に正式に認められた。1817年よりオスマン帝国内で自治公国となっていたセルビアも1878年に立が正式に認められた。 同じく自治公国となっていたブルガリアは1908年にデジュレ・インディペンデント、正当な独立国となった。それ以外の南スラブ人は依然として二大帝国、ハプスブルク帝国とオスマン帝国の支配下で生活していた。だが1912年から1913年のバルカン戦争、1914年から1918年の第一次世界大戦を経て、 この二つの帝国は崩壊し、南スラブ人は二つの王国にまとめられた。ブルガリア王国とセルビア・クロアチア・スロベニア王国、後にユーゴスラビア王国である。ユーゴスラビア王国内のブルガリア語に近い言語の和社たちは、1945年のユーゴスラビア連邦人民共和国、旧ユーゴの成立時に民族共和国を建てる際、 自らの民族故障として地域名のマケドニアを採用した。1991年から1992年にかけて旧優後、2006年にセルビア・モンテネグロがそれぞれ解体したため、南スラブ人は現在7つの国、ブルガリア共和国、マケドニア共和国、セルビア共和国、モンテネグロ共和国、ボスニア・ヘルツェゴビナ、クロアチア共和国、 スロベニア共和国で多数を占めている。南スラブ人が住む地域における宗教的、文化的な多様性は彼らの宗教観に大きな影響を及ぼしている。また、もともと多神論で土着神を信じる南スラブ人は、古くから伝わる儀式、伝承を保ち、それらは多く場合彼らが後に改修した宗教と混ざり合っている。今日、ブルガリア人。 マケドニア人、セルビア人、モンテネグロ人はおおよそ正教会のキリスト教徒で、ほとんどのスロベニア人、クロアチア人、ブニエバツ人、諸葛人、クラショバ人及びバナトブルガリア人はローマカトリックである。ボシュニャク人、ムスリム人、10万人を超えると推測されるゴーラ人、トルベシュ人及びポマクマムスリムである。南スラブ人はディナール人種に属し、 ハプログループ I が高頻度である。元来のスラブ諸語の担い手は、ハプログループ R1R であるが、バルカン半島において和車交代が起こった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。